Going my home。世界はね、目に見えるものだけでできているんじゃないんだよ。まあさすが是枝裕和監督って感じでね、はい、今時のテレビドラマにはない空気感というか、うん、まあ全体的な緩さっていうのが何とも言えず心地よいっていう気はしたんだけど、はい、でまあとにかくこのドラマのポイントは是枝監督が脚本だけでなくスタッフクレジットでも編集と明記されていたように、いわゆるディレクターズカット作品であるということ、はい、つまり場合によっては尺はその最終的な編集なんていうのはね、他の監督や助監督、それからプロデューサーに任せるっていうこともないことはないんだけど、はい、今回はそんなことは一切しないと、うん、だからこそ例えばね CM に入る前のカットね、うん、今時のテレビドラマで考えると微妙に長いような気もするんだけど、それはそのカットにそういう余韻が必要だからこそ、ほんのちょっとだけのことなんでしょうけどね、うん、それがこだわりというか、はい、得てしてね、最近はね、いわゆるぶつ切れみたいな感じでね、はい、CM がカットインしてくることも多いんだけど、はい、結局それは見ている方にとっては興ざめということもあって、そこらを非常に丁寧に仕上げていってると。はい、ただこれが今のテレビドラマに慣れてる視聴者にとってはどのように映ってたのかと、うん。その辺がっていうのがどうなのかわからないんですけど、うん、1回目なんでね、ほんでってこう惹かれる部分、この先はっていう、こういうのも備えになかったっていうのが正直なところで、次みたいなっていうのがなかなかなかった。それがちょっと寂しいかなっていう気はしましたけどね。ね、うん、まあ、物語の一つのキーワードがクーナー。はい、まあ、いわゆるコロボックル伝説みたいなね、うん、そういうちっちゃなおじさんというか、はい、実際にそれを見たっていうね。うん、まあ、それは子供の頃の言ってみればファンタジーであったり。はい、なんせそのクーナーっていうのはね、うん、まあ、普通に考えりゃ絶対出てこないじゃないですか。でそれを一生懸命探してほんまに出てくるんやろかっていう、まあ、その辺のもうちょっとこうドキドキ感っていうのがあったなと、うんうん、まあ、会話中心なんでね、その出演してるメンバー見てても西田さん筆頭にね味のある人たちがいっぱい出てるじゃないですか、うんうん、でまあこういうドラマにおいてもね、はい、阿部寛っていうのは本当に存在感を見せつけるっていうかね、はい、テレビ CM のプロデューサーということで、はい、いわゆる業界ものの匂いも漂わせてね、はい、ちょっと変わった思考性とか性格っていうのもね、これまた阿部ちゃんの真骨頂なんだけど、はい、でもそれが本当にナチュラルに感じれるっていうのがすごいというか、そうですね、うん、でその一方で山口智子がね、はい、これ16年ぶりの連ドラっていうことなんだけど、うん、本当に自然体というかね、そうですね、うん、いわゆる演技っていうことも感じさせずにね、はい、普通の家庭生活の中でのセリフっていうそのままのように聞こえると、はい、まさにね、うん、実生活でも夫の唐沢寿明とはあんな風な会話をしてるんじゃないかっていう風にも思えて、そうですね、うん、それとまあね、優が出ているということもあってね、はい、なんとなく是枝監督の代表作でもあり、はい、カンヌで最優秀主演男優賞に輝いた作品、うん、映画誰も知らないに通じるものも感じてしまって、はい、あれも日常を描いてましたからね、うん、それとなんといっても、はい、阿部寛と優といえば是枝監督の映画歩いても歩いてもでも弟と姉を演じてたわけで、はい、まさに絶妙のやり取り、そうですね、うん、で公式サイトのトピックスによると、はい、お二人は共演初日から名コンビぶりを披露、いきなり息の合ったアドリブ合戦を繰り広げます。特に二人が一つのモンブランケーキを取り合うシーン、母に言われてタキコはいやいや選択権をリョータに譲りますが、リョータがタキコからこっそり渡されたのはイチゴのショートケーキ、気づかずに自分で口に入れておいて、なんでショートケーキなんだと自虐的に突っ込むリョータ、全く台本にない阿部さんと優さんとの間で自然に生まれた即興劇でした。台本のセリフや行動に縛られることなく、その場で思わず出てくる自然な言葉や動きを最大限に採用していく、そういうその場のセッション的なシーン。例えばその前には亮太の父英介が倒れた夜、病院に集まった母とし子、姉滝子、その夫健二、父の秘書山下、父の命が今すぐどうこうって話ではなくなると、皆一気に現実へと意識が戻っていきます。亮太は早速帰りの電車の時刻表を調べ始め、タキコは父親の入院に必要な買い物、夫のケンジに押し付けたくせに気が利かないと怒っている。ジュースやお菓子も欲しかったのか、私たちがポリポリするものはないのと言いながら、ユウさんはフェイスタオルが入った包装紙を無意識に開封し始めました。すかさずスタッフに、あ、開けないでくださいと注意され、本当に叱られちゃったとペロリ苦笑い。いかにも台本通りでは得られない面白さです。吉行和子さんもすっかりユウさんの母親そのもの、まさにこの親あって、この娘あり。撮影の合間には物静かな佇まいの吉行さんですが、いざ収録が始まるとキラリ表情が変化、時々いたずらっ子のような顔が飛び出してきます。
夫のカバンから出てきた黒い手帳を見て、清張よ、松本清張よ、なんて突っ込んで、この場面で妻がそんなこと言います？マイペースである意味空気を読まない感じ。こんな母親結構いますよね。くすっと笑えて、わーっと苦笑い。あるあると共感しつつ、時々びっくり。そんな家族たちの会話に皆さん自身の家族を当てはめて、ぜひ楽しんでください。ところで、気になる初回の視聴率は 13.0。 はい、まあまあってとこですね。うん。2回目が非常に重要っていうことになるんだけど、はい、サッカー日本代表の試合のため一周飛んでしまうっていうのが果たしてどう出てしまうのか、はい、ということで、はい、何はともあれ Going My Home、 これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい、はい。